どうもこんにちは、エリナでございます。バレンタインでございます。バレンタインに縁がなく最後に人に作ったのって高校生の時なんですけどまあ今回も別に渡す相手がいるわけではないんですけども、まあ、せっかくなんで何か作ろうかなと思います。とはいえ私ちょっとお菓子作りが苦手なもんで、大雑把なものですごく簡単なものをレシピ見かけたんで、それ作りたいと思います。やりましょう。やるか。待って、部屋着に着替えます。はい、じゃあちょっと不思議な画角ですが、今日使うものを紹介します。まず基本的に使うのはこのジャマイホットケーキミックスです。これのこれね、 200g が3つ入ってるやつなんで、1袋 200g か使います。みんな大好きバナナと、賞味期限があと1ヶ月のチョコレートで、まあ生地が硬かった時に使う牛乳でございます。まあ、お菓子作りとかよくする人やったらもう何作るか分かると思うんですけど、そう、スコーンを作りたいと思います。作ったことはないです。ええやりましょう。お菓子作りって女子がするイメージですが、めっちゃ力いるんやが、しんどい世の男性の諸君、嫌やな、こんなしんどい言いながらバレンタインお菓子作っとんかとバラされるとしんど、あれ、もうちょっと入れてもいいんこの牛乳、かんね、でも結構濃い、いや分からん、なんかボールの取って外れそうなぐらい硬い、弾力ある、よいしょ。なんかオーブンを余熱とやらをするらしいんで、します。余熱しました。その間にこれをなんとかなんとかしましょう。よいしょ。余熱って何っていつも思う。まあ多分冷え冷えのとこからいきなりお菓子を焼き始めるよりかは、あったかいぬくぬくした部屋から始めた方が素直に焼けてくれるよってことだと思うんやけど、どない？疲れた。いや、所詮食べんのは私やし。悲しいことに。チョコはこうです。帰ってやる。帰ってやる。帰ってやる。雑い。まあ大丈夫や。まずいもの入ってないので、なんとかなるさ。
あ、柔らかいんかな、これ生地。まあいいや。はい、こんな感じになった。いや、もっと形ちゃんとせえって。いや、スコーンっていびつやから可愛いんやと思うんや。なので、これで予熱終わったらぶち込もうと思います。なんかすごい私手震えてるの。怖っやべ、入れた時点でなんかゼロゼロ。いける。まあいいか。いってらっしゃい。オーブン20分ぐらいかな。わかる？ちょっと膨らんでる。ちょっとじゃないな、結構膨らんでる。7分ぐらい焼いて、こんぐらい。うわ、楽しみ。全部私が食べちゃうんだからはい、まだかな。10分焼いて、こんな感じ。ひゅー、なんかスタバとかでよく見るやつやん、こんな。天才か、私は。あと10分焼いてどうなるんかな。焦げるかな。ちょっと様子見ながら焼いていきましょうか。これどない、焦げよん。ちょっと不安なってきた。ちょっと一旦開けていい、開けていいかな。ちょっと取り消しさせていただきますね。大丈夫かな。めっちゃいい感じやな。美味しそう。あ、そんでこれでなんか竹串やらを刺してみるんか。なるほどね。竹串なんかそんな洒落たものはないわ。爪楊枝なら量産ある。ほっ、爪楊枝。はい、分厚そうなやつ。この辺厚なか。わかる。なんかでもサクッてしてるような気がする、全部。あ、これ完全にチョコを刺しましたね。黒くなった。いいか、これでちょっと出してみよう。片手でいけるかな、これ。ずっしり。お、なんやろうこれ、なんやろうこれあの、わからん。普段お菓子作らんから、これが生焼けなんかどうかもわからん。暑いから、なんか、でも大丈夫な気するな。はい、はい、はい、というわけでこんな感じに仕上がりましたわかんない、もしかしてスコーンってもっとちっちゃいもの。いや、私のスコーンはこういうものってことにして食べてみたいと思います。どうかな、火通ってる。
そこやな。とりあえず真っ二つにしてみます。あ、なんかちょっとパサパサ系。ん、いや大丈夫な気がする。こんな感じ。多分このちょっとしっとりした感じのはバナナやと思う。いい匂いする食べます。じゃあいただきます。湯気でとる猫時代なんて。あのね、美味しい。なんかそんなに甘すぎへんし、チョコが結構ビター系のやつ使ってたっけ。それもあるからチョコやけど、そんなに甘すぎへんので食べれる。美味しいで。洗い物が簡単やったんがすごい個人的には嬉しい。さっき使ったあのボールだけだったんで。というわけで、ズボラな私でも作れるバナナチョコスコーン、いかがだったでしょうか。あのバナナが入っとうから多分結構ずっしりしとうから、これ一個だけでも結構腹持ち良さそうです。まあ私がでかく作ったっていうのもあるけど。じゃあこれをバレンタインってことにして、大好きなおじいちゃんたちにお供えをして、パパには写真だけ送って、私のバレンタインにしたいと思います。はい、2021年もバレンタインデーにあげる恋人はおりませんでした。あ、神宮寺蓮さんおたおめレディーたちにお祝いされてください。それでは今日もご視聴ありがとうございました。またどこかでお会いしましょう。バイバーイ。